はーい、スパツ X イベントやるんでの試合そろそろラストで痛い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 。あ、本当だ、痛い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 。まあ、右も左も使ってますけどね。やるよ、右手やないように無理に使ってるから、抜け出したら。やるよー。で、何やります今日？ 15？ 15だ。
5 on 5? Five on five か three on か。ハードデーの参加者でだと。うん。クーペはだいたいあれですよ、1月中旬、そう、正月の後ですね。ハーケで、どうします？イベントやるんであれば16だったら紅白、うん、うん、まあでいいと思いますし、リーダーは？あ、友田さん、いや、チーム分けだな、チーム分け、いや、これ取り合った方がいいんじゃないですかね、誰かしらでランダム、じゃあランダムにします。マイパーさん10、ロードさんが、あ、待って、これ待って、あの1から8、それとも1、2、3、4で分ける、それとも1から8が 1P で9から16が 2P、 どうします？それ先に決めとかないと。じゃあ1から8、じゃあ1から8が 1P で9から16が 2P で OK です。ロードさんが8、ウネ君が16、小江戸さん5、ブラケニーさんが1で、ヒデが3、おい、やばくね、これ6、チャボさん、おい、これ やべえぞ15、OK、
次も大事。あー、逆行ったか。9イレブン。中島さんか長州さん、どっちか、どっちだ。12。うわー、中島さん逆か。長州さん来い、できる、 OK、 長州さんいるなら OK。 あ、チームバランス良くなったね。ランダムだけどいいわ。はいはい、 X 勢 X 勢のじあいラスト。紅白戦やります。いや、1から8、9から16。じゃあ、のじあいやってる人もマイクに耳傾けて聞いてください。というか来てよお前ら。ワンピー側、裏手にお茶丸、ヒデ、長州、小江戸、茶坊主、友座、ロードが 1P2P 側が破天荒、バイパー、ムナーリ、中島、ハゲ、二回転、苗場、ウネとなりました。まあチームバランスね、ランダムでくじ引いたけど良くなってるわ。大体、ああ、大体合ってるわ。というわけで、とりあえず各種、まあ、誰かしらリーダーやりながら順番決めましょう。はい、というわけで皆さんこんばんは。ニュートン、おなじみマイク、ヒデです。X 勢集まって、っていうか集まんないと大会進行がうまくいかないので、のじあいさっさと終わらせてこっち集まってください。今日は1人2キャラで、16対16かな、でいいんすか、ハテさん。それとももう1キャラメインオンリーにします。8対8なんで2キャラ。じゃあ16、16。じゃあ1人2キャラ持ち、キャラかぶりはなし、 OK です。いやいやいや、 2P もなかなかですよ。あのね、チームバランスね、ランダムで引いたけどなかなかいい具合になってます。中島さん 2P でもね、こっち友田さんいますが、友田さん、友田さん 1P だからすごいチームバランスいい、お互いにと思ってます。はい、というわけで、皆さんだいぶ集まってくれてますね。ご協力ありがとうございます。今日はもう一度言います。1人2キャラ持ちで、キャラかぶりなし、 XS は別キャラ扱い、合計は、5000円課金となります。なので5000円課金してもいいよという人は、まあ、ニュートンに5000円ね、まあゲーセンの運営代として払うってのも全然ありだと思います。今日はペコさんはいません。まあペコさんなら5000円出しかねない、確かに。というわけで、とりあえずメンバー決まってきたので、まあ、誰かしらチームリーダー、まあ、誰でもいいんですけど、まあ、リーダー的な人が1人いて、まあ、順番とキャラ込みで決めていってやっていきましょう。順番固定です。ハジさん、合計5000円で OK ですよね。1万円ゆきち、ゆきち行っちゃう。じゃあ順番決めやっていきましょう。キャラかぶせ、でもそしたらキャラだけ知っておかないとまずくない、これ。何でも OK、 なるほど。じゃあ今日、先方だけ先決めて、そっから何でもあり、ただ同キャラのみが禁止です。1人が
なのでワンピース B メンツ見てどれを先方で出すか決めてやっていきましょう。配信台今日一番端でいいっすかね。どっちがいい、僕右台でいいと思います。端でいいと思うんですけど、このまま端でいいと思います。はい、じゃあメンバー表皆さん見てますか。ワンピー左側に書いてあります。読み上げます。裏手にお茶丸、ひで、長州、小江戸、茶坊主、友田、労働が 1P、 2P が破天荒、バイパー、胸あり、中島、ハゲ、2回転、苗場、うねで、先方のみ決めてください。先方のみ、そっから誰が何のキャラでいくか自由です。キャラは申告なしで OK です。かぶせも OK です。何使ってもいい。ただ同キャラは金です。同キャラ使った場合は2000円ですかね、多分ゲーセンにって勝手に今ヒデルール追加しちゃいましたが、じゃあまあとりあえずチームメイト同士集まった方がいいんじゃないですかね。じゃあ 2P 側はあの梅原のポスターのあるあたりで集まって先方を決めてください。で 1P 側はその手前ファイナルトーナメントって書いてあるまあポスターあたりのところで集まって先方を決めて、で決まったらハゲさんに申告で始めましょう。というわけで配信見てる皆様もう少しだけお待ちください。ああ、じゃあ決まったら教えてください。さあ今日もキャラはね自由。あ、負けたら罰つけていくんでね、2回負けたら終わり。2P 先方誰の何え、龍こっちはロード君の S 剣です。というわけでやっていきましょう。一番端の台です。 1P 側ロード S 剣、 2P 側ウネ X 龍、始めましょう。さあ今日はですねキャラかぶせということで、まあ誰がどういうキャラ使えて、なおかつどういう感じでかぶせていくかというところもチームの勝敗を分けるイベントになりますので、その辺を分かった上で、まあ、チームワークですね、かなり大事になるかと思います。というわけで始めていきましょう。ロード S 剣対ウネ X 龍。さあ最近はウネ君は X 龍も一応触っている。さあいい飛びが入ってロード S 剣、ちょっと動きが硬いか。さあこれはタスマキ、さあ波動食らって、ああそれは金中パンで落ちる。さあまずは波動打ち合ってロケティアで落とす。さあ大勝利を主なしユリのミックスからさあここからどうなる。さあダイヤシャークちょっと遅かったか。さあ相打ち悪くない。おお、クータス。さあさあこれはおお、よくサコスガードしたが真空削り、飛んで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 台足回って回らない。さあお互いに一戦目から激アツ、クータスで落として、なぜかコパン弱小流、いい連携。
さあ昇竜は FT の方が強いぞ、投げて、さあぶっ放すバティ、これが強い。さあ踏んでしまって、ちょっと距離を取りながらのこの波動、まあ、台足をもらいにくく、ジャンプ台キックをもらいにくくするっていう感じであるが、さあこれは熱い。さあ投げる、さあこっからどうする、ゲージ溜まった、飛んで、さあうねくんがクータスで落として、真空削りはガードでよかったが、ここは食らってしまう。さあどうしましょう、アンピー側。そう、何でも使います、キャラは全然申告制じゃないんで。カーシムいないの？カーシムさんは今日はいないですね。さあ2番手出てくるのは小江戸ザンギ、小江戸ザンギ対ウネリュウ。さあコパンで止めるが、そんなのは別に痛くねえよと。さあ台足に台足を差し返して、踏み込み台足が鋭い。小江戸さんはザンギちょいちょい使ってますよ、の試合とかで。さあこれは痛いのが入って中段、これはスクリュー入って手痛いのが入る。さあちょっと歩いて勝利剥がして台足。さあうねくんがちょっと波動が打ててないが、勝利が出ない。さあ勝利が当たる。さあここから立ち弱点を吸ってのスクリューでしたね。さあここから台足入って回せない。さあいい波動、固くいきたいが、さあこれは真空削り。さあまだわからない、うまい、今の踏み込み台足はいいですね。さあ開幕ファイヤーハードもらって、さあやっぱ龍はいいキャラですね。さあ寄りたいが寄らせてくれない。さあ今の立ちでしっかり待ってるのはいいですね。今の間合いだと入らないんで。さあすかしスクリューから高めから回せない。さあこれは高め、これはどうなる、勝利点、シークは削りで OK、 勝利が出ない。うわー飛んでいる、勝ったな小江戸。さあ 2P 側は、だ誰のがいる、ナイバがいる。さあ 2P 側は2番手にナイバがいる。ナイバさんはガイルも使います。僕はガイルは使えません。さあここは様が当たって、さあ中パン様、ここまではわりかし安定だが、うまいですね中足スタブ。さあいいですね。さあとりあえず画面端から離したい。さあしかしうまい、うまい具合に前を取ってるが、お互い一発圏内、おー裏天体打ち、苗場ガエル動けてますねこれは。さあ食うぐらいしてしまい、さあいいですね、しっかりとソバットを使って距離を調整。そしてソニックの回転が結構速いですね、いいですね。まあ残りステージっていうのもありますが、これは
コアダイヤシ入って、コアダイヤシ入って、吐かせる、ピオール、ここは顔面エステフィニッシュ。さあ、ソバットが入って、さあ、これはちょっと厳しいか、ワンチャンをものにしたい。さあ、膝でこかして、うわー、さあ、空中で踏んでしまう、これは厳しいか、硬いぞ、中足でフィニッシュ。マジか。さあ、ここで出てくるのは3番手はチャボーズブランカ。もうガイルブランカもね、すごいいいカーだと思うんですよね。さあ、神に行けない、ちょっと遠かったか。うまい。さあ飛んで、さあこれは神に行って、ここから2択、うまい。あー、これは美味しい。カスあたりだったのが救われましたね。もうちょい近い前だったらちょっと危なかった。さあビリバランから、これはうまい。さあこれは完全にブランカペースだが、ここからどういう風にゲームメイクをしていく。さあここはソニックもらって、あー、大足に何かしら入れようとしたが何も起こらず。さあ体力近くなってきて、こっからがスタバガード。さあ空中で拾って、大足。さあこれは面白い、お互い硬いぞ。おー、それは通る。今のは読んでないとちょっとコパンとか置けませんでしたね。まあ振ってる技が台足とかその辺そばととかでしたので、ちょっと厳しかったか。さあいい勝負してますね、序盤から。2P が誰？ハデさん。今タイが行った？来たね。さあここで3番手にハデさんが。さあピオール、コンボは？あー、激アス。むしろダメージ食らってる。さあ、アッパーカー出しとく。おっと、対空でないマンか。おー、なんとチャボーズブランカが、まあ、サガト使ってますからね、まあ、Sサガとはいえ。さあ、アッパーカー減る。あ、出る。さあこれはさすがに打ち続けるともらえますよと。さあこれはだ、さあアッパーカット出るようになってる。さあアッパーか。さあ厳しい厳しい。なんだ今の。うわー、打ちはいって、さあどうする。
うまい、どっち、ガードしている、これあかん、反角、うー、あーこれは厳しいか、お、わからない、うまい、どっち、暴れる、あー手前落ち、仮面に行けなかった、S チュンリー、うん、俺行きますわ、さあヒデが S チュンリーを使って、さあ遠目から飛び込めば S サガでもチュンリーン S チュンの飛びは落ちないような気がするんで、端ぐらいから飛べばいいんじゃねえのっていう気がしますが、まあその場合ではまあサガットは前に歩くという選択をすればいいだけなんですが、おっとアパカが潰れる、さすがに届かなかった、おっと開幕タイガーに、おリバッサがちゃんと出る、やりますねハゲ、おっとサギ飛びになる、着地の硬直ゼロフレになります、のっかりを出すと、さヒデがなかなかいい動きですね、さあハゲエスサガが死んでエスチュンリーには何をかぶせていくのか、さあエスチュン相手にいいキャラってなんかいるのかな、さあ出てくるのは、これ誰のバルログ、誰これ、2回転がバルログをかぶせていく、さあこれは結構頑張って殺しに行こうとしているのか、2回転、さあ受け身がないのがエスキャラ、さあエスチュンはバルログはかなりやりづらいんでしょうかね、おっとこれは痛い、背中蹴りも出しづらいのかな、さあヒデ死んで誰が出る、今のね壁に接着したのが良くなかったですね、普通に着地してれば中大でピヨったんですけどね、バルログはダメでしょう、まあいいですけど、さあここ勝負となった、出てくるのは友田バイソン、ぶっ込みにはぶっ込みを、いて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 、さあガードをひたすらしてるが、さあこっからどうなる、相打ち
ヘッドに寄せて、あー TBS。 やる、うまい、ヘール、うおー、トモザバイソンの根性落ち。さあ、あいつらがこれは OK ですね。おっと、ナディには行けず、スラでこかされて、投げて、いて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 、やめろやめろ。さあ、タンパクだって、いってえな、おー、あるぞ。うーあー、待たれてる。テーラーバレーはしなかった。今の熱いですね。マジか、そんな切り返しか。さあ、溜まってて、これは中足から撫で返す、撫でて、これはいい。あー、タンパは阻止、いて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 。さあ、ゲージ溜まったか、やる、これは早かったさあ、ここでお茶丸ホンダ、さあいいのか、刺さって、おお、なんだそれ、超削った、おいしい、高めからおいちょ、ちょっと怪しいですけどね。まあテーラー多分今のは入りそうでしたが出せずっていうところでしたかね。さあ、開幕同じようにはならず、飛び越しなで、飛び越しなで、もう一丁。あー、できる、やる、どっち、うまい、あー、これうまいよ、ナイスガード、あー、対応できぜ。さあ、ジャクズ席で牽制するも動かない、痛い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 。さあ、こかしたが大足張り手、あーっと、よけるがすら入って、もう一丁、わかんねえ。さあ、これでいいよ、あー、さあ、ちょっと厳しいか、あー、繋がってないが厳しい。さあ、ワンピーがどうしましょうか、これ、はい、1回目出てないやつ、ね、さあ、ここで出てくるのは長州ザンディ、なぜバルログに行くというところでしたが、まあまだ1回も行ってないからっていう感じですかね。さあ、これはガード。さあ、お互い硬直しているが、踏み込み台車は余裕でガードで OK と。さあ、何かわざと、あー、いて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 、スラに台足を差し返して、さあ、技の相性が悪いが、どういうふうに立ち回っていく。スラが入って、ローリングにはいかず、必要なスラスラバックジャンプで、さあ、これは、あー、テーラーバレー、しかもハイクロー。いや、痛い痛い、中大中中入って、勝て。さあ、これはちょっと厳しいか、動きが硬すぎる、何もできずか。
ファイル入ってテーラー、まあ、飛んだ瞬間に死にかけでしたね、しょうがないっす。さあ、裏手に DJ。 今、8番手対4番手ですね。さあ、5パンだと爪が相打ちになる可能性ありですね。さあ、わかんないやつアントビーになってるようだったが、いやー、爪対打ち。さあ、あれはバックジャンプコパンとかで対応したいです。バックジャンプ壊しかで、多分まあ負ける可能性があるけれども、おお、なんと一気に持っていった。そうですね、こかされるまでが大丈夫なんですが、あー、いって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 、相打ち。さあ、よく固まっているが、投げくるぞ。おお、おいしい。さあ、投げて、あー、空中で落とされて大ジャックで逃げる。うー、おいしい。これもあるぞ。あー、投げにはいけず。さあ、ある。あー、ハイクローですよね。DJ 有利はね、ないかもだと思いますけどね。まあ、この辺はチューブのね、人たちが多分相当やってると思うんで、関東はね、多分まだね、バルログ DJ はね、そこまで攻略進んでないとは思うんですよ。さあ、投げて。さあ、小江戸メガが結構キレキレだが、投げは拒否。爪を剥がして、おお、なんと新しい中最古からのその硬直が切れて、上入れっぱの中パンっていうところですね。さあ、よくガードしている。さあ、ガードは硬いが、さあ、中いて、お手軽。ああ、なんと最後振って裏、表はガードしたが、チューチューで撫でる。クソキャラですね。さあ、うまい具合に固めて、まずは爪を吐いた。スラでやり返して、いやー、これやばい。表よくガードした、投げ返して、投げて、あー、掴まれる。どうキャラ、エッサか、あー、どうだろう。チュンディ行ってもいいんですけど、多分2割、3割くらいですよ。まあ、あれだったら俺行きます。ロードさんが行きたそうな感じがあるんで、ロードさん行ってみましょう。ない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 。さあ、ロードエッサが、さあ、よくガードしているが、さあ、わからない。厳しい。さあ、掴まれて、いやー、これは厳しいか。チューチュー、あー、いやー、厳しい。Thank you.
止めないと、うん？じゃあ俺行きます？あ確かに、あ超確かに確かに、じゃあ長州さん行っときます？じゃあお願いします。さあここで長州さん。あー来たぞ、うまい、ヒット確認できる。なんとバルゴーを何もさせず殺す。さあ1ラウンド目とは打って変わって落ち着いた立ち回りだが掴んで投げ返す、浮き身よく取ってる。さあ中大中が入って飛んでいる。さあしかしテーラー間に合う。相打ちは分変わりテーラー。さあセラが入って、さあ相打ち、これはいいぞ。あーしかしコンパコンパショール膝から、これは殺せるか、ダヤシ、あとこれは、あー長州さんが止める。しかし差はだいぶついてしまいました。6人差か、やべえな。まあ、長州さんがね、多分ここから6立てくらいしてくれると信じて俺らは見守ってましょう。さあ破天荒さんの S 差が、さあ黒い笑顔を持つ男破天荒、 S 差が使っている時の破天荒さんの顔は黒いです。さあ長州さんがちょっと攻めあぐねてるが、さあこれは弱中昇竜で、さあ来た、どっち、うまい昇竜拳、おー出た、出る。今日の長州さんは連覇が出ます。連覇が出るだけでこの盛り上がり、ワンピーガーもちょっとびっくりしております。さあこれは、さあうまい、おできる、長州さんがうまい。さあ今日は烈波が出る日なので 2P 側はそれを警戒して出さなければいけない。さあ長州さんがめっちゃなんかリフティーキックを多用してますね。対空性能いいな、立ち壊し。さあ誰、中島ガイルぶっこみ。さあここを勝負と見たか、中島ガイルを投入。さあ中島さんも固い立ち回りでかなりいいですが、ケンガイルはね、ケンがやっぱり不利なんでこう TBS もなかなか発生しづらいんですが、どっかしらで TBS させればっていうところですね。
さあ中足に大足がかくんなくサマーが入ってしまう。中足なげえな。さっさと入って一気に画面端だがどっち膝から、うわー待ってしまう、うまい。さあこれはあー長身キック、送信、あー TBS 送信。残り5対11か。さあここでお茶丸バルログ、さあ中返し投げて、さあ回り切ってあとでバッチリ、さあこれはなでる、中島ガエルが手堅い。あいうち、さあうまい、さあこれはやばいぞ、ナイスガード投げて送らせ様テーラー、あーこれはドローですね。さあ美味しい、中返し、あーと一方が滑る、おいしい、今のは超おいしい。さあこれはいいぞ、あーおー今のは小足から、ジャンプ小足からの投げを狙ってましたがうまくいなせ。さあファイナルラウンド、ジャンプ台形、さあこれはどっち、さあ踏んでしまう、固めて固めて、うわーピオル中盤ダブル様、ワンピー残るが裏手にお茶丸日で友だか、うん、あちゃもさんいますわ、裏手に火でチャボトモザ、サガットバイソンチュンリーベガか、さあここでチャボさん、おっとチャボさんが青パンを使う、チャボさんはね X 下がったなんですけどかなり珍しいですね S 使うのは。さあこれはうわうめえ、ピヨってるし、さあこれはダイヤどうなんでしょうね、まあわりかし多分エッサーがもういけるとは思うんですけれども、さあそばっとそばっとそばっと TBS 阻止、 TBS 阻止撫でる豪快相打ち、
さあ中島ガエルがキレッキレ、残るはウラティニヒデトモーザ、ウラティニサノバイソン。さあいいのが入って短波でよく上ガードしましたね。さあソニックソニックで相打ち、さあ来たぞ、どっち、遅らせは我慢、ヘッド高い、ダブルサマーに対してのアントビア1フレームしかありません、猶予。さあ一気に主導権を握られてしまったか。さあしかし何とか一矢報いたいが、ここは使う中盤サマー。友田さんどっち行きます、先了解っす。さあ副将友田ベガ手味でヒデ大将ですね。さあ緊中系でうまくいなして、さあこれは当たる、これはしっかりガード、サーマーぶっ放す。さあこの連携が苦しいが踏んで、さあいいミドル、さあ TBS は阻止するが、さあ投げる豪快、足が速い。さあ投げてるのはバイベガ側、ジャック太鼓で削って、おっとこれは美味しい、受け身がない、しっかりコンボ。さあ残るは10人いますね、きっちりなこれ2対10かよ、やべえな。ナイバチュンディ、さあ出てくるな、ナイバチュンディ、さあ投げて打ち身がない、アントビから中足、そうですね、あれやっても表にしか落ちないんですよ、投げて、さああの乗っかりがきついがどうする、おお遠大系うまい。さあしかし、ああ円柱パーマル、さあここはどうするか、100です。さあ投げて中盤でヒロクラマイ、投げて打ち身がない、惜しい。さあ上で乗っかられると目がつらいぞ、投げて100です、連打系投げる、マジか、お俺かノルマ10人か、頑張ろう。さあ 1P は残りヒデチュンリーのみ。2P はあと10人残ってます。さあヒデ伝説作ることができるんでしょうか。あ確かに避けて
かリバーサー投げ、さあここも対空取って戦列中パン、さあスピバー空中スピバーでまずゲージを貯めていくヒデ、さあ体力がもう7割8割なくなって背中蹴りが肘投げ、さああと9人ですと、ムナーリさん、ムナーリさんの X サガト X ですね、さあ後のない日で、背中蹴りから投げて、俺減った、さあとここで体力5分ぐらい、さあ玉打ち冴えている、さあのガードもう、あー体力1ドット下タイガー、さあ球を打ってまず大野手を当てて体力リード、さあまずは徹底して遠距離からクラゲで牽制していく、体力リードしているのでもう無理はする必要がない、さあクラゲクラゲ、さあもう前にはね自分から行かなくていい感じですね、さあさあ2ラウンド目はかなり盤石の勝ち方ですかね、さあムナーリさんがカクカクして、さあ飛びが入る、これ単発、さあやはりねクラゲですね、ああ飛びがまともに入る、3ヒット、さあ飛び入る、でどうしてもねクラゲに対して飛び入っても単発で終わっちゃいますよね大体は、あ飛び、おーリバーサーアッパか、ここもちょっと様子見てからアッパか、さあ一気に分からなくなる、あ飛び入る中足、あ中足着地にかくったか、さあバイパーさんですね次は、あと8人、さあここでねバイパーさん、さあバイパーさん結構ねチュンリーも美味しくいただけちゃうんでね、あーあー俺たちまあね、立ち回りはチュンリー強いんですけど端でああなっちゃうともう割とチュンリーもやられますよね、あおチュンリー様、さあヒデチュンリー集中してますね、さあこの画面足、こう
いや、いい反応ですね今の。さあヒデがゾーンに入ったか。あっと対応してますよ。だしかしこの画面足は非常にまずい。コパンで落として、ここ落ちない。現体育中足、中足、おっとこれはヒヤッとする場面。クラゲ落として、集中している。ワンミスが許されないこの試合。さあ対応しているぞ。中足体育、あー立ち台系体育。あと7ですね。さあヒデが頑張っている。出てくるのはハネが何を使うか。ヘイロン、ハゲヘイロンはあまり使ってるところは見ないような気がするんですが、まあチュンリーにはフェイロンホークあたりが有効ですね。さあおっと、まあ、悪くはないですね。投げようとしたり変なことしなければ。さあしっかり死んでしまう。さあヒデハゲに負けてしまうのか。さあヒデのいい流れがハゲに止められてしまうか。さあ戦列を貯めて、この戦列をどう使っていくか。さああの劣化2発目ガードした時点で戦列確定のはず。あれどうやって割り込めるんじゃない、ダメだっけ。あれフェイロンがもらわないようにするにはどうすればいいんだ。さあこれはお投げて受け身がない。そしてハゲがなんか微妙なタイミングで出してくる劣化点がいい感じで刺さる。さあ死ぬかヒデ、おっとリバーサーが出る。めくりから投げて、おーっとヒデ耐えるか、死んだー締めたのはハゲ。まさか、はい、カッフェー。いやなんかちょっと申し訳ないよ超あったまったちょっと終電までずっとやり込むわはい、というわけで今日はスーピーカー勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやちょっとあの野じゃいちょっとがっつりやるんで皆さんご協力お願いします。じゃああの勝ったスーピーチームちょっと写真の方を撮らせていただきます。
じゃあということでね、本日ノーランバットはこれで終了いたします。では来週に VS でランバットで、来月ですね、第1土曜日また大山ニュートンでランバットありますんで、ぜひ皆さんご参加お待ちしております。
Round
Sonic Boom! 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 S
Uppercut!
Tiger!
Thank you.
Oh!